あの建物の中には山ほどデータが残されてる。光にも限界はある。時には帰らぬものとなることも。お前が見たハイブはナボタ、ウィザードだ。ハイブの汚染がここまで進んでいたとはな。準備できてなかった。もはや手遅れだ。メイブとキャスは危険を承知してた。彼らの仕事をやり遂げてやろう。黄金時代の遺物、超伝導体が近くに封じられてる。それで武器を作れるらしい。問題は超伝導体からアークエネルギーが溢れ出ていることだ。近づけやしない。ロック解除など無理だ。解決策を見つけたい。近くにいるフォールンならここの設備について知ってるはずだ。この手の任務は俺たちが担当してたが、今はもうお前に任せた。頑張ってくれ。よし。そうだな。
図面によるとここのパワーグリッドは停止中の通信アレイにつながってる。あのアレイはグリッドから大量のエネルギーを吸い出すはずだ。あれを動かせば過負荷状態が解除され超伝導体に近づける。ただ再起動するにはアレイと電力供給源で同時に作業しないとならない。その上ナボタがまだどこかにいる。くれぐれも注意は怠るな。もうガーディアンを失いたくない。よし、